中須笠の君、わざと琵琶は弾けど、当の君、心かけたるをもて離れて、ただこの玉坂なる大音景色の懐かしさをば、ええ、背き聞こえぬに、おのずから隠れなくて、大宮などもよろしからずおぼしなりたれば、もの思わしくはしたなき心地して、すさまじげに寄り伏したり、耐えて見立て祭らぬところにかけ離れてなん、かけ離れなんもさすがに心細く思い乱れたり、ね、中須笠の君、葵の上月の女房の名前ですね。その中須笠の君が特に琵琶を弾いているけれども、実はこの女性は、この女房は、当の中将がかねてから心をかけていらっしゃるのももて離れて受け付けないで、わざと受け付けないでいて、ただこの玉坂なる音景色の懐かしさをは映像向き聞こえぬ、ただ源氏の君のまれに様子ぶってお店になる、つまり葵の上月の女房ですけれども、かねてから源氏の愛を受けている、そういう女性なんですね。しかしそれもしげしげとではない、時にまれにそういう愛情の様子をお見せになる、その懐かしい思いがするのを背くことができなくって、すげなくすることができなくって、つまり心惹かれているわけです。源氏の方に心惹かれているわけで、自然にそのことが人々の間に漏れていって、隠れない状態になっていって、大宮左大臣の宮廷から下がられた奥さんですね、当の中将や葵の上のお母さんが、その大宮なども快くはお思いになっていないからして、でこの中塚さんの君はいろいろと物思わしい気持ちで、居づらい気持ちでいることだった、居づらい気持ちがして、すさまじげに寄り伏したり、なんともつまらなさそうに物に寄り伏していた、つまり物に寄りかかってこう体を伸ばしていた。ふっつりとお見申し上げることのできないところに自分だけがかけ離れて行ってしまうのも、さすがに心細く思われて、思い乱れていたのであった。つまり断念して、源氏の君からすっかりこう下手立ったところに身を置くということもできかねて、思い乱れていたのであったというんですね。